コントレーラス・ヘスウス・フルクト・オソ・コントレーラス・チャベスは、メキシコの彫刻家。コントレーラスは、アグ・アスカリエンテスで生まれた。彼は、アグ・アスカリエンテス州所代知事であるホセ・マリア・チャベスの、甥いだった。地元の彫刻家であるミゲル・ノ・レーニャの徒弟として働き、12歳にして、すでにリトグラフ技術者として、一人前の能力を持っていた。1880年にメキシコシティに出た。 翌年国立美術学校に入学して優秀な成績を上げたため、奨学金を得て1887年から1889までパリに留学した。メキシコに帰国後、国立美術学校の鋳造所の仕事を得、また同校の教授に就任した。1892年にメキシコ美術鋳造所を設立した。レフォルマ通りに飾られている彫像のうち18体は、 この鋳造所で生まれたものである。1900年のパリ万国博覧会に出品するため、1898年にコントレイラスはメキシコ美術庁の長官に任命された。1898年5月24日、ガンによって右腕を切断した。コントレイラスは右腕なしで彫刻が作れるように左腕の訓練を行った。1899年に ムクという大の女性の胸像を左手だけで作っている写真が残っている。1902年、メキシコシティで没した。代表作、マルグレトゥーは1900年のパリ万博で一等賞を獲得し、この作品でコントレイラスはレジオンドヌール勲章を得た。この作品は、オーギュストロダンに高く評価された。 この作品が右腕切断の前に作られたものか、どうかは電気作家によって意見が異なっている。この作品は長い間アラメダセントラルに野外展示されていたが、現在は国立美術館が所蔵している。レフォルマ通りに置かれているクアウテモックの銅像は、ミゲルのレーニャを作成責任者とし、フランシスコ・ヒメネスによって設計され、 コントレーラスによって鋳造された。像は1887年8月21日に公開された。イグナシオ・サラゴソの銅像は、コアウイラ州、サルティーヨに置かれている。マヌエル・ポンセによる、左手のためのピアノ曲、マルグレトゥーは、同名のコントレーラスの作品から名前を得ている。ポンセは、コントレーラスの友人であり、右腕を失ったコントレーラスに捧げられている。 ありがとうございます。